お帰りなさいませ、お嬢様。今日はお早かったんですね。お帰り。ええ、腕によりをかけますわ。もう一つめでたい話がある。お前の縁談だ。篠原代議士の息子なんだが、今は地元で会社経営を手伝っているが、次の参院選に出馬を。結婚するんだ。妙な相手と妙なことになる前に、この家の娘としての責務を果たせ。カイトはダメだと言っただろう。カイトだけは。これは命令だ。お嬢様、お嬢様、こんな暗い場所で何をなさっているんですか。伺いました。おめでとうございます。どうかなさいましたか、お嬢様。お嬢様、お嬢様、もうお嫁に行かれる年なのですから、おふざけもいい加減に。お嬢様、あなたほど若くてお美しい方は、冗談でもそのようなことは口になさらない方がいい。そのような格好でこんな時間に男の部屋を訪れるのがどういう意味かわからないのとしてはありませんね。さっさと部屋に戻りなさい。もうこんな時間にここに来てはいけませんよ。いいから行きなさい。私だって男なんです。
どうした？なんか深刻そうだな。さあ、よくわからないが、大事なお嬢様がショックを受けると思っているんじゃないか？例えば、彼女の自殺の動機があんたにとってショックな内容だったとか、そんなところかな。死人に鞭打つのはまずいってことならやめた方がいいんじゃないか？ん？ああ。どうして？あんたはどういう意味だと思う？隠したいような関係？それはどういう関係だ？そうだ。あんたの中で言葉にしなければこの問題は解決しないぞ。仕事ね。あいつがこの会社に入ったのはあんたと同じでついこの間だろ。その前は？秘密にしなくてはいけない仕事がある可能性があるか。いいのか？つまりこのまま調べていけば見かけだけでなく父親とぶつかる可能性もあるぞ。わかった。そこまで覚悟が決まってるなら始めようか。まずは倉橋女子の自殺事件の概要だ。当時の新聞報道からいくか。これだな。小さい傷だ。社内での自殺だから最初は事件性が疑われて記事になったが、これ以降記事が出ることはなかった。第5会議室だ。倉橋女子の自殺があってから閉鎖されている。鍵は社長だけが持っているという噂だ。遺書の内容は細かくは知らん。疲れたとか迷惑をかけたとか、そういう内容だったそうだ。じゃあ自分で調べるんだ。俺ができることはここまでだ。慎重にやれよ。今から仕事だ。話しかけるな。何？
い話？ですもの。もうとっくに秘書室内で仕事振り分けたわよ。当たり前じゃない。どんな仕事って？秘書だから普通にスケジュール管理やら重役のお供やら。今と同じでそんなに明確には決まってなかったけど、亡くなる直前はただの常務との仕事が多かったかな。そうよね。社長がアメリカに出張に行ってる間はただの常務。まあその前から社長かただの常務が倉橋さんの担当みたいなものだったのね。社長がアメリカに行く少し前から様子がおかしくて、思い詰めていたのかもね。よくぼーっと何か考えている様子で、相談してくれればよかったのに。お子様ランチ。どうした？顔色が悪いぞ。いつの間にか殺人から自殺に鞍替えしたんだな。まあいい。あいつの仕事の処理はどうした？彼女は機密に関わる仕事に多く従事していましたので、手帳を含めシュレッダー処分しました。そうか。申し訳ありません。社長にお知らせいたしますとお心を痛められるかと思いまして。いや、当然の措置だ。すまないな、お子様たち。そういうわけだ。それがどうかしたのか？ただ、お前面識があったか？いい、それは全然初対面でして、はい。そうか。それでは雑誌で読んだか、ゆかりから聞いていたんじゃないか？何か分かったのか？
どうだった？そうか。残念だな。おい、バカ。それは。それを信じるのか？つまり？それを少なくともただの常務は隠している。そういうことだな。多分そういうことだろうな。お嬢様、どうしてここへ？本当ですか？まあ、遊びも大概にしておいてください。式の準備もしなくてはいけませんし。おい、式って？結婚式です、お嬢様。結婚式？誰と？あなたには関係ありません。余計なことに首を突っ込んだ。あなたでも容赦しませんよ。なんだあれ、むっちゃ怖えぞ。実際、いや、あんたが謝ることじゃ。でも結婚って、あんただって見かけのこと。あんたが断れば。はあ、難しいんだな、政治家の娘ってのも。で、調査はやめるのか？それで、次はどうする？思うんだがな、一度現場を見てきた方がいいんじゃないか。問題はそれだ。社長に話して協力してもらうべきだな。ボサマラチ、なんだ、また会おうか。ほら。いや。あいつが首を突っ込んだ。そのエアコンの通風口からだ。荷造り用の紐を使っていた。写真撮るんだろう。撮ってもいいぞ。
ヨークに行く前からゆかりは少し様子がおかしかった。何かを隠しているようだった。問い詰めてみたが、まだ確証が持てないから帰ってきたら話をすると笑っていた。成田から携帯でゆかりに電話をすると警察が出た。ゆかりが自殺したと。慌てて会社に直行した。到着した時は夜の10時過ぎで、遺体発見は9時頃だったそうだから、ゆかりの死体はすでに降ろされていて、机の上に遺書が置いてあった。疲れました、さようなら、ごめんなさい。まるで心当たりがない。あいつは何か隠していたが、それで自殺なんて考えられない。遺書も会社のパソコンで書かれていて、そんなの誰だって書ける。警察はまるで調べる気がなかった。抗議しても自殺だと、それだけだ。俺は自分であいつのパソコンを調べた。中には遺書のデータがあった。でも本体の指紋を調べてみると何も出なかった。何もかもきれいに拭き取られていた。どう思う？ゆかりの指紋さえ一切出ないほどきれいになっていたんだ。妙だと思わないか？まるで指紋が残っていてはいけないかのように掃除するのなら、理由は一つしか考えられない。わかるだろう？そういうことだ。その誰かはおそらくゆかりのカードキーを使って秘書室に入り、ゆかりのパソコンで遺書を偽造した。どうしてそんなことをしたのか、それは考えるのが自然じゃないか。事件の日の夜7時からゆかりはこの第5会議室を借り切っていた。作業のための使用と申請されているが、あの時期のゆかりに会議室を借り切って行わなくてはならない作業なんてなかったはずだ。となると、あいつは何をしようとしていたんだ。もしかするとそれは、密談の相手はおそらく社内の誰にも見られたくないような、知られたくないような相手だ。社内の人間か社外の人間かさえわからない。少なくとも俺はそう考えている。お子様ランチ。お前はお前なりに事件について何らかの手がかりを握っているんじゃないのか？
こんなに不審なのに最初から警察は自殺と決めつけた。警察の無能もまあ考えられるが、現場にいた俺に感じられたのはそれ以上に事件の裏にある得体の知れない大きな力だった。警察は何らかの圧力を受けてこの事件の捜査を打ち切った。俺はそう考えている。俺はここまで手の内を明かした。それに対する見返りをよこせ。どうして？無理を言って悪かったな。だがもし気が変わったらいつでも俺に相談してくれ。力になる。行ってきたのは？どうだった？確かにそうだが、それだけでは証拠にはならないぞ。そうだ。状況としては少し弱い感じ。倉橋女子はどこで首を吊ったの？どれ？これってこの部屋にもあるあれか？ずいぶん高いな。俺が背伸びしても無理だな。ちょっと椅子に乗って届くかどうかやってみろ。俺が乗れば簡単に届くな。なるほど。自殺には少し不自然な状況だ。倉橋女子はあんたと同じくらいの背丈じゃなかったか？会議室には机もあるから机に乗るなり机の上に椅子を乗せるなりして届くかもしれないが、そんな面倒なことをするより屋上に登って飛び降りた方がよっぽど簡単だ。しかも使ったのは荷造り用の紐なんだよな。不確実で手間のかかる方法だ。遺体の首に紐をかけて通風口に紐を通しぐいっと引っ張れば、どんな重い遺体でも一人で簡単に持ち上げられる。どうした？どうしてそう思う？
警察に圧力をかけられるような相手と言ったらやっぱり。どうして秋葉が？いやー、参った参った。あんたが何をしているか教えろって。インターネットについて教えてるだけだって言ったが、あの様子じゃ信じてなさそうだな。気にするな。なあ、倉橋女子の殺害に御影が関係してると思うか？あまり考えたくない。俺もだよ。とりあえず密談相手について調べてみたらどうかと俺は思う。密談相手は社内の人間か社外の人間かわからない。だがもし社外の人間であれば訪問記録が残っているはずだ。倉橋女子が亡くなったのは何時だった？ということは通常業務終了後だから、社外の人間が社内に入るには守衛室で訪問者記録を書く必要がある。見かけを疑う必要はなくなるかもしれない。ああ、頼んだぞ。今年の3月か。ちょっと待ってくれよ。あったあった、これだ。え、そんなはずは。いや、石倉君だ。知らないだろうね。彼は3月の終わりに亡くなったんだ。ああ、酔っ払って駅のホームで足を滑らしたんだ。運悪くそこに特急列車が。かかったのに。戻ってきたな。どうだ。
なんだって。その日の担当の主演は石倉って、あの事故に。なあ、こうなってみると石倉の死は偶然だと思うか。重要な証人になるはずの男が事件の数日後酔っ払って線路に落ちてそこに特急？バカバカしい。誰かが突き落としたに決まってる。潮時かもしれないな。見かけも怪しんでいる。事件の重要証人は謎の事故死。これ以上関わってどうする。俺だって命は惜しい。これ以上の協力は無理だな。